それでは、くし君、タイトルコールをお願いいたします。はい。アモンテだよ、アゼン集合。はい。決まったね。決まったね。完全決まった。第2回、モンテだよ、全員集合、始まりました。本日は、第2回目ということで、くしと周平に、まあ、悩みがある、相談をしたいっていう人が続出しているので、その悩みを解決してもらおうと思います。よろしくお願いします。お願いします。それではまずちょっと背景が気になるくしの方から自己紹介と。はい、あ、くしみです。いや、うん。はい、あと、その悩みを解決するにあたっての意気込みなんかもちょっと教えてください。あ、そういうことですか。あ、まあ。うん、まあ、悩み持つだけ贅沢な話なんで、まあ、とりあえず聞いて一言だけ添えたいと思います。よろしくお願いします。あと、いや、あの背景何よ。背景ですか。うん、背景これしかなかったんですよね。うちの背景これしかないです。いや、違うよね。しょうがないです、こればっかりはしょうがないですね。そんなくし君に、じゃあお悩み書いてみましょう。背景悪いな。背景悪いな。よろしくお願いします。よし。続いて、恋のことなら何でも聞け、大月君、お願いします。いや、誰が言ってんすか、そんなこと。いや、もう世の中の人たちがみんな周平に恋の悩み相談したいっていっぱいいるんよ。聞いてあげて、聞いてあげて。いやいや、俺そんな素晴らしい声してないから。いやいやいや。ちょっと聞いてあげてください、しっかりと。お願いします。僕で答えるなら、はい、全力で答えます。よろしくお願いします。お願いします。はい、そんなわけでこの2人に、お悩みをいろいろと聞きたいというものを事前にツイッターの方でちょっと募集していました。ハッシュタグモンテディオお悩み相談室というところでいろいろと募集したんですけど、たくさんのツイートありがとうございます。またこの YouTube コメント欄でも引き続き募集していますので、どしどしコメントもしてください。よろしくお願いします。そして今回は、若手選手数名にちょっとお悩みあるっていう人に、うん、いや、あるんよ、すごいあるんよ。だからそれをやっぱ恋のことは周平、それ以外はやっぱ決心っていう感じで、あのお悩みちょっと答えてほしいんだよね。いやいや、なんで違うやん。いや、行こうよ。いや、今回あんまり企画とか全然決めてないから、本当この2人にかかってるから、俺こっから喋んないからもう任すわ。もうノリでいいですよね。ノリでノリで行こう。もう背景からして乗ってるからさ。あーざっす。それで行こうよ。まあそんなことで、今までとはちょっとないすごい緩い感じでやっていきます。よろしくお願いします。緩すぎでしょ。いいんだよ、いいんだよ、2回目ぐらい緩くてしっかりと、しっかりと緩く、気持ちそう。では早速1人目お願いします。誰誰、ちょっと待ってみ、入ってくるから、いきなり。どうせ変なやつしかおらんからな、若手。とりあえず一発芸でしょ。とりあえず一発芸。お悩み相談だから。いや、まず悩み増やしてどうすんの。まず一発芸でしょ。悩み相談だから。そこはちゃんと聞いてあげて。オッケー、任せてください。うん。あ、来ました。変な若手しかおらんからな。来ましたよ。誰大事やで、最初。最初大事やで。ほら、一発芸、あ、一発芸とか言われるから、ほら、顔真っ赤っかり。早く、一発芸。はい、じゃ一人目は、ひろとくんです。こんばんは。入り大事、入り大事だから、入り。ちょうだい。こんばんは。入り。全然出てきてないの。え、来た？え。いや、お悩み相談だから、まず捕まえと、あの見てる人の心捕まえとだから、まずちょうだい。いや、じゃあ一発やりたいと思います。おいいね、全部でやると。いいね。いや、でも全部でできるやつおんの、一発ゲー。うん、やってて。どうしよう。でも、あ、いいよ、気にすんなよ。いや、ちょっと流れ、乗りだから、乗り。いいっすか。じゃあお願いします。野球でお題。てて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 塩コショウ帰れ。
おい、お悩み増やしてどうすんだよ、お前らよ。もう悩み解決しました。辛いぶれました。退出しよう。とりあえず、お悩み相談室なので。ああ、お悩みですね。まあ、お悩みをどうぞお願いします。はい。僕のお悩みは、一つ目はまず。何個あるよ、お前。あ、いや、二つ質問しようと思ってるんですけど。ああ。一つ目は、人見知りが結構激しいんですけど。確かに、お前、一発目で来ても大丈夫よ。いやもうキャンプの最初の時とか本当に先輩の方と全然喋んなかったんで、それを直す方法っていうか俺も教えてほしいやけど、それ9時が一番知ってる教えてほしいなってありますね。いやとりあえず、あのノリで喋るしかないよね最初は。ノリっすか。いや、お前も人知りやん、どっちかっつったら。ノリで喋れてないやん。最初はノリだからも。ちなみに、ノリやん。調べた思うけど、あれだよ。周平、はい、あのね、去年、おととし、去年と加入したんだけど、去年っすね、こいつ多分ね、秋ぐらいまで人見知りだった。マジっすか。秋まで全く出てこなかったから、本当に。で、やっと人見知り解消されたと途端に活躍しだしたの。やっぱそこ大事なんですね。そう、山形に慣れてないとかじゃなくて、人に慣れてなかったそもそも。あれですよけどね、やっぱね。けど、くじもそんな人見知りやろ。俺は基本的にでも絡まないからね、言っても、最初は。そう、最初からって、ここも開くないやん、お前、まずは。うん。だから、まあ、いや、お前も人見知りや言ったから。順序、まあ、そうやで、ね。そう、どう詰めていくかをちょっとなんか教えてもらいたいなって。だから まず自分に近い人を探さないと。じゃあ、あれじゃん。そこにいるじゃん、2人。近い人。けど、やっぱあれじゃん、先輩にちょっと大きな声で挨拶したりとか、可愛らしく言ったら、多分先輩もこいつ可愛がったろってなるんじゃん。ああ。ある、それは大事だね、大事。ね。大事だね、意外と、うん。腹から声出さないとね。そうだ、だから。解決した？そうっすね。これからちょっと頑張って。だってお前みんなになんかふてこいって言われてるやん。いや、いやもうサイコパスってまず言われてるんで。まずそっからちょっと変えていかないとちょっとやばい、ね。そうだよ。だからお前常に明るくいけよ、お前明るく。はい、そしたら多分みんなもちょっと可愛がったろってなるやろ。あんた、どんどん飯行こうって言わなんて、先輩に。飯食べてくださいって。じゃあ、くし君と試合具合、お願いします。俺は大丈夫。そこで断ったらもうまた行かないくなる。俺は一回行ったかな。一回行ったかな、まあ。そうですね。まあまあまあ、むつき、多分相談相手間違えたから次行こう。これは解決しない。二人とも人見知りっていう。二人とも人見知りな人に人見知りどうしたらいいですかって聞いても多分答えしか来ない。あ、ノリノリ。答えはノリだよ。ノリだって。次行こう。次はまあ相談じゃないんですけど別に。質問っていうか、そのサッカー選手になってよかったなっていう。いや。思うこと。真面目かよ。真面目っすけど。真面目すぎだろ、お前。いや、これできてよかったみたいな。とか、これ体験できてよかったみたいな。サッカー選手になってよかったこと？何やろ？めっちゃモテるようになったんですか？いや、全然モテへんだけど、おかしい。いや、なんかないかなっていうのは。くしどうよ。逆に俺の場合はだってもうサッカー選手以外考えてなかったから。なんか、俺もう慣れると思ってやってたから。なんか、ノープラン、基本的に。もう、サッカー選手になったら、もう多分、河川敷に寝てるわ。ダボリ引いてる？ダボリ引いてる。ムスキー、はい。多分、相談相手、これも間違えたな。間違いですか。いや、これも間違えた。あれっすよ、やっぱけど、あれちゃいます？やっぱ、みんなの前で、友達とか、親の前で、やっぱ活躍したらやっぱみんな喜ぶやん。あ、その瞬間はやっぱね、みんなこう喜んでくれたりするから、
その瞬間はサッカー選手でよかったなって思うね。そういうことだよね。うん。ずるい。ちょっとでも周平喋りながら照れてるよね。そうですね。ジョロに笑ったもんね、今ね。そこは照れるでしょ。やっぱ今日、母の日やから。母の日やから。そうですね。うん。そうだね。なんか、その店の前で元気な姿見せること大事やから。そうですね。かっこつけやがって。ぬつきありがとう。解決しました。ありがとうございました。はい、解決しました。まあ、解決したのかな、うん、あの、他の人に、他の人に聞いてみてください。はい、ありがとう、ぬつき。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。おい、ちゃんと解決しろって。いや、いい解決しましたね。難しいな、やっぱり答えるって。でも結局ね、周平君に言いたいのはあれだったでしょ。なんか、夢と希望を与えるってことでしょ。まあ、お前言えや、それ、だから、お前。確かに、なんで言わないの。なんでなんで言わない。まだギリ抜けない人、まだギリ見てたでしょ。いや、見てないでしょ。今、ちょうど見てないときでしょ、むしろ。ギリ聞こえてたんじゃない。ちょっともう次呼んでいい。次呼んでいい。もういいんじゃないですか。もういいんじゃないですか。もういい。どういうこと。もう呼ばなくていい。もうお腹いっぱいじゃないですか。いや、次のやつは多分もっとちゃんとした質問で、2人にあった、あります、あります。2人にあった質問をちゃんとしてくれる若手だと思うよ。じゃあ、それなら行きましょう。うん。でも、ちゃんと答えてね。その、あの、いなくなってから夢と希望とか。確かに、質問よくても答えるやつが悪かったら意味ないからね。うん、飽きたよ。ほら。誰だね。あれ、来た、うん、こんにちは。うわ、来たよ。変なやつ来たよ。こんにちは。お久しぶりです。ボテるやん。とりあえずちょうだい。一発芸。ああ、ちょうだい。とりあえず一発芸、あの、お願いします。いや。え？とりあえず、そういう入りやってるから。ああ、そうなんですか。じゃあ。くしびきはもうやらすから、絶対。じゃあ、そうっすね。大事、大事。じゃあ、行きます。ノリのいいシリーズ、ノリのいい車。ハザードこの人も体質で。もう終わり。もう解決しました。ハードあります。もう解決しました。ね、だからさ、もう毎回毎回増やしてどうすんだって悩みが。お疲れ様でした。お疲れ様です。若手来なくなるじゃん。で、クシビキとか来ないし、多分。さっきもやったんですか。さっきやった。で、さっきの方が受けてた。え？とりあえずあの、あの、相談を、質問を。相談か。うん、そうっすね。なんか。考えてないやん。いや、考えてない、考えてない。最近、やっぱ今、一人で、こう、生活してるじゃないですか。うん。で、それで、まあ、一人暮らしなんですけど、まあ結構寂しくなることが多くて、寂しい時にやっぱみんな何してるのかなと思って。何を言ってんだお前。相談です。早くお願いします。寂しい時に誰かに電話しろよ。電話確かに全部使えよ。その時に誰かに電話しろよ。電話してるんすか。そりゃそうでしょ。逆に何やんの。いやだからなんか寂しい時にすることないなと思って、みんな何してんのかなと思って。ゆうたさん、助けてください。うん、とりあえず、これ質問悪いわ。え？質問が悪いわ。結構真面目な感じですか、みんな。そう、いや、あの、とりあえず2人答えてやってよ。だから寂しくなったら、その時に誰かに電話するんじゃないですか。じゃあ、誰に電話したらいいと思う。仲いい人ですか。仲いい人じゃないですか。仲いい人ですか。この人だったら、なんかちょっとバー。空気読んでくれるなみたいな選手って誰だ。じゃあルイだったらセッツとかじゃないの。よく絡んでる、ね、野田ちゃんとかセッツとか野田ちゃんとかっすね。あんなやつは癒されへんやろ。癒されないっす。全然癒されないっす。怒ってんぞ今見てたら。で多分あのこの二人はそんな真面目なことに関してちゃんと答えてくれないから、次の質問行こうか。いやいやいや次のやつテンポいいね。う
結構早すぎ。いやもう諦めた方がいいよ、この2人に真面目な話。いやいや、なんでじゃあ指名した俺ら。いや、だって、クシが言ったんだもん。え、でも俺の悩み相談で言ってないよ。じゃあ人がね、ちょっと今ほら悩んでるから、ルイが悩んでるから、ちょっと聞いてやって。ちゃんとした悩みじゃん。ちゃんとした悩みっすよね。ちゃんとした悩み、今の本当に。あ、オッケー、そうだ。じゃあ、まあ、じゃあサッカーにします。うん、ちょうだいちょうだい。サッカーの。くし君とか結構なんかミスしてもあれじゃないですか、あのポジティブというかあんまり気にしてない感じあるじゃないですか。ミス前提しないでよ。違う、まあでもミスするときはあるじゃないですか、たまに。まあまあまあ、スポーツはね、うん、そうですね。その時にやっぱりどうしたらこう気持ちを落とさずにやっぱプレーし続けれるのかなっていうの。いや、俺的にだから俺はもう、ほら、ミスしない人なんかいないわけじゃん。そうですね。はい。で、そのミスは結局今の自分の能力なんだから、それをまず自分の能力を分かってないと。なんかよくいるじゃん。無駄に、なんか、なんで俺使われないの？俺の方ができんじゃんって。ああ、いますね。それは結局なんかその他人が測る能力と自分の能力の、なんていうの？認識が合ってないから。いいこと言ったでしょ。ありがとうございます。そういうことじゃん。そういうことじゃん。はい、ミスをちゃんと、はい、その自分の実力のうちってまず、器をまず大きく持っておかないと。ああ、なるほど。周平君は、うん、俺はい。俺か。ミスフォワードで、こう、外しちゃったときとか、PK 外してしまったときとか。よく外すもんね。おいやめろ。よくあるからよくわかるやろちゃうねん、気持ちわかるちゃうねん。けどあれちゃうけど、最後やっぱ俺が決めるっていうね、ずっと強い気持ちを持っておくことが大事なんじゃない。最後は俺が試合を決めるっていう。あ、大事です。お前やったら最後は絶対センタリングでアシストするみたいな、こうミスしてても、まあ、最後は俺がヒーローになるみたいな、その気持ちは持っといた方がいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。やかましい。なんで最後照れて笑っちゃうの、シュウペイ。真面目でいけばいいじゃん。いや、真面目。慣れてないでしょ。俺もそうだけど、慣れてないでしょ、こういう真面目な話。ルイ、解決した、はい、解決しましたね。ああ、よかった。じゃあ、はい、よかったです。ちょっと感謝して、二人にちゃんと。はい、ありがとうございました。どういうふうに解決したの、はい、ちょっと、ちゃんと言葉にして。どういうふうに解決したの。これを言葉にすることに意味があるわけじゃん。そうですね。いや、まあ、サッカーのプレー中にやっぱりこう、うん、自分とかだったら結構ミスしてこうしょげる時があったりしてたんで、うん、やっぱ自分の器を知りながら試合を決めてやるっていう強い気持ちを持ってこれからプレーしようと思います。そのまんまや。素晴らしい。うん、よし。よく覚えてた。よい、ありがとう、はい。はい、ありがとうございます。サッカーに行かせてください。はい、ありがとうございました。ありがとう。失礼します。大丈夫、ゆうたくん、答えれてる？真面目は合ってない、二人に。え？いや、いいことだってよ。真面目な相談はやっぱ合ってない。だって、周平絶対に笑っちゃうじゃん。確かに。ね、ちょっと選手続きだったんで、今、一般の方々から入っている質問、ちょっと一つ、二人に、いいですか？選手になんか相談は恥ずかしいでしょ。一般の人にやったらまだあれやけど、うん、選手になんか。同業はね、ちょっと難しい。ああ、じゃあ、そう。じゃあちょっと、OK。同業は難しいね。じゃあ、うん、一般の方からの質問、答え、お願いします。串木選手と大槻選手に質問です、はい。僕は好きな人がいるんですけれど、半年ぐらい片思いなんですけど、どうやって告白したらいいですか？これは周平君じゃん。いや、なんで俺な。恋の悩みはやっぱ周平でしょ。いや、なんで俺なんですか。どうやったら告白したらいい？うん、半年間片思いで告白したいんだけど、うん、どういう言葉で告白したらいいのかなって悩んでるんだって。ああ、それは難しいな。で、逆にあれだよ、告白ちゃんと声かけるまで至ってないわけじゃん。うん、それするほど、うん、声かけたいほどまだ好きじゃないってことじゃないの、要するに。本当に好きだったら声かけてんじゃん。いや、それ、あれでしょ。
さすがにその勇気が出せへんのじゃないの。好きやけど。そうだよ。だからその勇気よりビビってるでしょ。いやいやいや、武士みたいに度胸が、武士みたいに度胸が、そう、度胸あるやつそんないないから。さすがに好きって言えばいいのって、とりあえず。とりあえずね。とりあえず、とりあえず。じゃあ、クシ言ってやって、はっきり言うと、バツンと。だとりあえず好きって言って、それでその後はだって、向こうの選択だから。うん。だそうです。ダメだったらどんまい。どんまい、どんまい。そうです、うん。解決したかどうかは知りませんが、期待しています。いやけど、そんな簡単に声かけられへんから、やっぱりこう、徐々にでいいんじゃない？なんかこう、メールするとか、あ、けどメールとかわからんのか、まだ。お前メール聞き、あ、LINE だろ。何歳？その子何歳なんですか？わからない。いや、何歳？あ、わかんないし。わかんない。40歳ぐらいなんすかもしれないけどね。言い方よ、やつもしかしたら。そしたら相当よ。いや、そうそうそう。いや、でも、その櫛の言う通りだよ、もう。次行こう。声かけても半年ってだって時間も半年も戻ってこないからね。ちょっと今悩み抱えてる人さちょっといるから電話していい？はい。ちょうだいちょうだい、誰電話するよ。ちょうだいちょうだい。聞こえる？半年か。OKOKOK。あ、すいません、お悩みありますよね。そうなんですよ。誰？はい、ちょっとですね、はい、ちょっといいですか、今。ああ、もうこの二人が、この二人が答えてくれるので、どうぞお願いします。ちょっと僕、本当、二つほど悩みがありまして、はい、一つはですね、ちょっと最近、M 字ハゲが、ちょっとかなり進んできてるんですね。大槻選手のヘアケア、剛毛じゃないですか、結構見た感じ。ちょっとヘアケアは何されてるのかをちょっと聞きたいです。いやいやいや、はい。はい。そうなんですよ。ちょっと教えてもらいたいしますかね。いやいやいや。ケアの仕方ですか？そうです。先生です。いや、僕は、2週間に1回髪の毛を切らしてもらって。聞こえてます？聞こえてます。電波悪いよ。大丈夫ですか？これ大丈夫ですか？聞こえてますよ。大丈夫ですか？僕ははい、ヘッドスパしてます。あ、ヘッドスパに。はい、それでちょっと髪の毛を増やしてもらってます。あ、そうですか。じゃあちょっと僕もヘッドスパ。ぜひおすすめですよ、ヘッドスパ。はい、わかりました。じゃあちょっとヘッドスパへ。はい、はい、続いてのお悩みお願いします。あ、はい、次がですね、はい、ちょっと鈴木選手に聞きたいんですけど、去年開幕前すごくちょっとぽっちゃりされてたところから。はい、はい、をですね、はい、はい、お願い、教えてほしいんですね。痩せる方法ですか？痩せる方法、太る方法は、ね、分かってるんですよ。ああ、そうですね。いや、でも自分もともとはその体重増減結構しちゃうタイプなんで。はい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 。もともとつきやすいんですよ。そういうことね。で、はい、あと我慢ももうやろうと思ったらいくらでもできるんです。基本我慢です。本当にもう野菜食って動くだけです。イージーっす。わかりました。イージーっすじゃんね、お前。解決しましたか？はい、すごくよくわかりました。アドバイスをありがとうございます。はい、すいません、突然お電話してしまって。ほんとです。またありがとうございました。ご参加ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、すいません。失礼します。はい、といったご相談でした。いや、相談相手がすごいよ。びっくりした。答え方もすごいけどね、二人ともね。いやいや、俺だって質問がすごいやん、だってまず何一番難しいよね、その質問。M 字どうしろだって。
や答えようがないよ、俺そんな知らないし。いやでもやっぱ、でもそれはやっぱヘッドスパで解決するんでしょ。いやいや、分からん。それで解決してるかは分かんないです。うん、でも解決したじゃん。ありがとうございます。そして、まあ、やっぱ若手選手、もう一人、ちょっと、お悩み抱えてる方いらっしゃいますので、はい、またログインしてもらおうかなと思ってます。この方は結構本当に結構な悩みを抱えて今本当になんか大変らしいので、あれ永遠のルーキーですか。匿名希望永遠のルーキーです。あ、どうぞ。あれどうぞ。聞こえますか。あ、聞こえてます。聞こえますか。声最初誰誰。いや聞こえてますよ。こんにちは。いや声悪っ。もう声かすれてるもんね。声かすれてる。誰だ、無理してるのがすごいわかる。こんにちは。結構年いってるわ多分これ。喉やられてるわ。喉やられてる。年いってる。やります、一発でやります。だってもう手もシワ入ってるし。いや一発でやるって。手もシワ入ってるもん。あれ声が遅れて。いやもう古いな。だいぶ古いにゲーしてるやん。時代が分かっちゃう、それも。もうだいぶもう、絶対もうおっさんやん、俺。お二人に悩みがあるって相談なんですけれども。なんだ、この人。先輩からの一発芸の振りにうまく返せるんですけれども。うまく返せる方法を教えてください。それ、口引きしか知らないです。まあ、どっちでも俺も一発芸やんないからね。人にやらすだけ。俺やらずに やったことないもん、一発芸。ほら、うまく書けないんです。どうしたらいいですか。ほら、ちゃんとアキさんじゃねえや。匿名希望の永遠のルーキーの答え言うてこだわりちゃってるわ。違う、ほら、永遠のルーキーなんだから答えてあげてよ。何？一発芸？一発芸も逆にルイに聞いてほしい。ルイが一番持ってるから。確かに。でも滑ったよ。大月選手に質問なんですけれども。はい。さっきからすごい鋭いツッコミがあるなと思って見てるんですけれども。大月選手のように鋭いツッコミができますか？答えてあげて。何すかそれ。答えてあげてよ。なんて答えるのこれは。言えばいいんだよ、鋭いツッコミするときのなんか。そうそうそう。こだわってることとかさ、お前の中で。いや、こだわってることないっすよ。思ってることをそのまま言うんすよ、僕は。習慣じゃないですか、もう。あの2週間に1回、あれっすよね、鋭く刈り上げてますもんね。それが取られてんじゃないですか。それ関係ないや。今の僕に対するツッコミなんかありますか。いや。いや、すごい、なんもないっす。下手かよ。じゃ最後の質問いいですか。めっちゃある。どうぞ。最後の質問なんですけれども、はい、さっきちょっと恋愛の話も出たんで、好きな子をデートに誘うのに絶対に断られない誘い方ください。絶対に断られない。はい。なんですかねこれ。シュウエイ君得意じゃないですか。じゃあなんでお前俺ばっか振る。お前やめろって。恋愛マスターじゃないですか。確かに何やろう。むずっ。何やろうな。クシ言ってよ。絶対にでしょ。腕がそろそろ疲れてきたんで早く答えて。それはあれっすか、あれっすか、もう付き合ってるて。付き合ってないです。もう好きな子が半年。さっきの子だ。それさっきの子だ。いかにじゃああれじゃないですか、もうちゃんとその子の好みをリサーチして好きなところをしっかり
やるのは一個と、流行りだよね、あとは。それしたら絶対に断られないですか？まあ、その人次第じゃないですか、本当に。嫌い、だって嫌いだったら絶対行かないじゃないですか。絶対に断られない方法を知りたいんです。めっちゃこだわってんじゃん。逆に諦めた方がいいですね。やばけど、その人とコミュニケーション取って、あれじゃないですか。その人のことよく知って、どういうのが好きなのかとか。そう、絶対それ、まずそれ。その人といっぱい喋って、この人はどういうのが興味あるのかとか、うん、っていうのをこう、なんかこう、喋りながらこう、やっていくとこう、わかるんじゃないですかね。こう、デートしたい場所とか。そうそう。ゼロからは絶対無理。ゼロからは無理だから。うん。ちょっと喋ってみることは大事ですね。うん、積み重ね。二人ともしょうもない質問に答えてくれてありがとう。いや、本当そうそう。本当そうそう。すいません、うん。あきさん、いや、言っちゃダメだったから。あ、永遠のルーキーのやつ。永遠のルーキーの手がちょっと疲れてプルプルして血管出てきちゃってるから、ちょっと一回、ステイしてもらいましょうか。このままじゃ永遠のルーキーさんにはちょっと、回線切らずにちょっと一緒に参加してください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はけたな。では、最後、一般の方からのちょっとお悩みを一発答えてもらって、まあ、お悩み相談室は大丈夫ですか、アキさん。永遠のルーキーですよ。永遠のルーキーだね。答えてもらいたいと思います。ペンネーム OT さんから、よく旦那がトイレ行こうって、行ってお風呂入ったり、スプーン取ろうって言ってんのにフォーク取ってきたり、抱っことおんぶ言い間違いがすごいんですけど、これどうしたらいいですかって。それ僕も同じですよ。僕もやる。それ共感してる。もし共感してる。どうしたらいい、これ。それけどいいじゃないですか。それが笑いのあれじゃないですか。あ、じゃあ周平は何、笑いを取ろうと思って奥さんに言ったの。じゃあ笑いじゃなくて普通にガチでミスるんやけど、うん、ガチでミスっちゃうけど、あ、まあ、それがちょっと面白くなっちゃうっていうか、なんか、あ、そういうことね。あ、受けてる方がちょっと笑ってあげろってことね。え？受け取る方が。そうそうそう、受け取る方がこう、笑ってあげてこう。で、ちょっと、何してんの、うん、みたいな感じで。じゃあ、どうしたらいいですかっていうよりかは、まあ、そうそうそう。どうするとかじゃなくてってことね。そう、その質問してくれてる人が、うん、こう多めに見てあげるっていうか、こう、そういうことね。かわいいなって思う。かわいいなって思う。ちなみに、この OT さんっていうのは、大月妻さんです。やっぱりそうやんね。大月の奥さんから事前にコメント、ちょっと質問いただいて、やったら本人がちゃんと気づいてるっていう。自覚ありのやつね。自覚ありでした。はい、この OT は大月妻だったので、OT さんでした。そうだったんですね。はい、ありがとうございます。はい、お悩み答えていただいて、多分、はい、周辺の奥さんもこれから空気読んでちゃんと接してくれると思うんで、家庭夫婦円満ですね、これでね。そうですね。はい、はい、ありがとうございました。どうですか、2人お悩み解決してみて、手応えは。むずいっすね、やっぱりこう悩みとか。まあ、そもそも多分人生間違ったなってこっちは思ってるんですよね。真面目が似合わないからさ。確かにこう、多分一人真面目なやついりますよ、だから。いや、そう、そこがだからやっぱちょっとチョイスに。ちゃんと答えれるやつが必要です、だから。でも、クシがほら、周平がいいって言ったからさ。いや、でも、俺は、だからもう一人答えるやつがいいっすよ、だから、ちゃんと。だから、3人でやれなかったんですよ。俺はでも、手応えありましたよ、本当に。手応え、どこに手応え感じてるの？結構感じました。結構じゃねえよ、うん、お前。本当に。感じるな、手応えなんか、お前。まあ、でも、一個言うのは、本当に悩みあるとき贅沢だから。いや、誰だ、最後、名言みたいに言うんだ、本当に、もう。名言言うんだ、最後。終了。しまったね。しまった。しまった。ありがとう。しまった。しまった。してもらってる時に名言言えよ。いやー、またね、どっかのところでタイミングで、じゃあ今度、また若手の相談聞いてあげてください。また書いてください。いや、首じゃね、俺ら。もう首でしょ、これ。多分。いや、そういう回作るよ。やっぱ、よかったもん。あと5回くらいあるよ。よかったよかった。5回くらいある。これは定番化していこう。出番ないぞ、これは定番化していこう。
もう出番ないっすよね、多分これ。ちょっとじゃあ、告知いいですか？はい。今回はちょっといろいろと告知っていうことで、まあ、うちのクラブからのいろいろな、告知を、まあ、毎回してるんですけれど、今回ちょっとあれ、匿名希望永遠のルーティーさんにちょっと告知してもらおうかなと思ってて、あれ、聞こえてるか？いるんすか、まだ。いるんじゃない？ま、いたわ。これ誰だと思う？これたくさんでしょ。うまくないですか？いや、うまいよね。そうね、声のモノマネないですか？声のモノマネは。永遠のルーキーの人が。あれ？声が遅れて聞こえてくる。まだやってんのそれ。まだ自分の中でハマってんのそれ。なんでな。ちなみにですけど、告知というのは、この前回の料理番組で、この永遠のルーキーさんが披露した絵がかなり好評でした。私は披露してないですよ。うん、あ、そうだ。この絵が、この絵が。腕持てるやん、もう。この絵が好評です。マーベラスさんの描いた絵が大変好評でした。すごい反響でした。なので、この絵を商品化していこうと今動いているので、順次、いろいろなグッズとかに展開された場合はまたいろいろと紹介していきますので、ちょっと楽しみに待ってください。ちなみに他の絵ってありますか？ヌルキーさん去り方よね。これ誰でしょう？はやた。正解です。うまっ。ルーキーさんどうですか、これ、ね、ルーキーさんこれどうなんですか？商品化なると思います？どうかな。いや、かわいこぶってるやん。かわいこぶってるの、そこで。ありがとうございます、ルーキーさん、告知。はい、そんなわけで、第3回、あ、まあ、やっぱ A 好評だったんで、絵心対決したいなと。なんかお題を決めて、その絵を描き合って、まあ、勝負していこうと。まあやっぱ、で、こういう絵が商品化するかもしれないっていうところもあるので、まあいろんな人の絵心を引き出していこうかなっていうところを次回やりたいと思います。第3回は。絵描けるやついるんすか？いないでしょ。いや、それを引き出すんよ。下手くそでもやっぱ絵心あるんで。じゃあ俺か。じゃあ俺だ。いや、絶対ないやん、絵心。出る。絵心絶対ないやん。くしびき画伯だから。はい、そんなわけで、次回まずはいつも電話でアポ取ってるんだけど、誰がいいか、はい、誰やろな。暇そうなやつあれじゃないですか。暇そうなやつは誰暇そうなやつ。野田ちゃんとか暇なんじゃない。毎回出てくるよね。毎回出てくるみんな好きだよね。マジか。ちょっと待って、じゃあまたつなぐよ。俺。電話するからちゃんとアポ取ってあげて。俺、何も喋んないから。野田ちゃん、気に入られるあれ持ってるもんな、やっぱ先輩から。多分野田ちゃん、この お悩み相談室いた方がよかったね。確かに。全部できるもん。あ、つながりました。もしもし。野田ちゃん？はい。あれ。YouTube のやつあんじゃん。はい。次回出てくれるかな？いや、いいと思っちゃうね。いや、言わせろよ、そこは。すぐ横取り。すみません、予定入ってます。いやいや、ないや。一つもないや、お前。すみません。じゃあ、すみません、じゃあ、一つもないや、お前、予定。確認していいですか、ちょっと。いやいや、何をスケジュール確認すんねん、お前。だって、何でも出てくれるって言ったじゃん。すいません、予定。あるや、ないや、ないや、予定、ないや。一番寂しがり屋だろ。一つもないや。寂しがって俺に結構 LINE でメッセージくれるや。いやいやいや、暇つぶしっす。お前、やんで。とりあえずアポ取ってもらっていいかな。はい。とりあえず、じゃあ、開けといてね。取れました。
いや、取れましたって。簡単だな。何のやつかは言わんでいいんすよね。いや、言っていいよ。何のやつですか。なんだっけ。絵心選手権。ああ、いや、お前絵描けへんやろけど。やっぱ予定入ってました。お前絵描けへんやろ。俺絵描けないっす。ねえ、わく。はい。MC でいけよ、MC で。お、MC でもいいよ。MC 答え交代する？そっちでいいですか？ MC、 野田ちゃん？じゃあ、MC もやって絵も描けばいいじゃん、野田ちゃん。よろしく。確かにけど、あれか。アキさんがいるもんな、MC。アキさん、MC なの？アキさん、MC ってより、あれですよ。ただ出たいだけ。結構、貪欲に出たがってるもんだな。アキさん、貪欲に出たいだけ。じゃあ、とりあえず、野田ちゃん、よろしくね。はーい。はーい。アキさん、一番これ楽しむからな。はい、のちゃん確定だね。確定だね。確定確定。よかったよかった。あとはもう力技。ね、最終的には力技よ。確かに。はい、そんなことで、まずは野田ちゃん参加決定しました。そして、そこにいる永遠ルーキーさんも、永遠ルーキーさんにもちょっと参加してもらいたいと思います。大丈夫ですか？まだそれな。いや、喋ってや。もう、喉壊れた。声が。なぜ、なぜ。聞こえるよ。聞こえるよ、言ってるやん。参加してもらえますか。いいとも。いや、そこはいいとも、なんか。求めてないって、そこいいと思う。すぐ拾ってくんだよな。もういいと思う。求めてないんや、そこは。しかも遅れてきてるしね、声がね。うん。はい。ということで、永遠ルーキーさん、次はどんな出方するか分かりませんが、参加決定しました。あと、他の。またルーキー出るぞ。今度はルーキーじゃなくて名前変えてくれるから、絶対。ちょっとなんか、まだでしょ？あれ、なんか化粧して出てほしいな。化粧してなんか出てほしいな。濃い化粧。考えとく。ずっとやるやつ。ずっとやるやつ。考えれるやちゃんと。こんな楽しい、モンテだよ全員集合。来週は、まだちょっと日程と時間未定なんですけれど、来週の土日のどちらかで、放送したいと思います。いろいろと情報を出しますので、皆さん、ぜひ見てください。よろしくお願いします。それでは、なんか喋ってるの、永遠のルーキー。動いてたね、今。胸が疲れただけ。声戻っちゃって。カスカス。カスカスだもん、喉が。では、ちょっと番組も、ラストになりました。最後、じゃあ、2人、もしくは3人、ヌルーティーも含めて、ちょっと感想、あとは、視聴している皆さんに一言ずつお願いします。じゃあ、まず、周平。はい。まあ、本当に相談、乗れたかどうか分かんないですけど、まあ、とりあえず熱い気持ちが大事ってことですね。本当そう思う。いや、なんか言えよ。うん、そう思う、そう思う。そうやんね。せやで、せやで。それでまあ、サポーターの皆さんにはやっぱこう、今本当に大変な時期が続いてて、まあ、試合見れなくて、ちょっともどかしい気持ちもあると思うんですけど、まあ、僕ら本当に再開したときに本当にいいパフォーマンスできるように、今は、すごくいいイメージできてるので、ぜひこうスタジアムに足を運んでください。お願いします。なんか、真面目に似合わないよね。いや、なんだ真面目にしろって言ったり、なんだ。ありがとう。くし。そうっすね。意外と、なんか真面目ぶるの疲れたんで。いや、真面目にしてないよ、一つも。胸汗が半端ないんで、今、ちょっと。いや、脇汗にしろよ、せめて、お前。脇はかかないんですよね。胸汗って言わないやろ、だから。胸汗がすごい。まあ、そうですね。とりあえず、あれ、今、大変な時期ですけど、まあ、家にいる時間が、やっぱり長いと思うんで、なんか、普段できないことをどんどんトライしていけば、やっぱり、その、暇な時間っていうのが、
有意義なものになるんで、まあその時間の使い方っていうのをやっぱりいかにプラスにするかっていうのが大事だと思うんで、はい、以上です。ありがとう、かっこいいわやっぱな。最後では永遠のルーキーさん、はい、視聴者の皆様へ一言お願いいたします。なんかあのクッシーの意外な真面目な感じのと大月選手の鋭いツッコミが生で見れてすごく楽しかったです。また来週も楽しい時間にしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。徹底するな、徹底するな、最後まで。結局最後までやっぱこの人持ってっちゃうんだよな、どの番組番組とか回でも。すごいですね。やっぱパワフルだわ。来週もよろしくお願いします。それ何なんですか、さっきから。それよろしくお願いします。じゃあ最後、いつも、グラウンドで選手みんなで締めて花笠締めをしたいと思うんで、周平お願いします。いや、クシでしょ、これ。これあれです、永遠のルーキーさん。あ、確かに永遠のルーキー。どうなるか、これどうなるか。確かにどうなるか。最後、足でしたよ。じゃあ永遠のルーキーさん、最後花笠締めお願いします。うわ、もう行った、狙ってたこれ絶対。じゃあ何してんの、また来週。やったー、よいしょ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。何をしてんの。はい、また来週。